それでは早速サクセスやっていきましょう。千丸引いてしまいました。マネキカロバーで初期値はちょっと悪いですね。で最初のびっくりは亀石、できれば雫石が欲しかったんですけども、まあ、千丸引いちゃったんで続行していきます。次は雫石取りたいですね。山口のびっくりじゃないと雫石が一瞬でなくなる気がする。鶴橋でガンガン削られちゃうからね。ここはさすがにメンタルかな。打たれ、まあ、最低でも丸石は欲しいよ。五分虹谷、うわー、まあここでどうやって山口の二択ガチャですね。緑がもうないんです。ここ大事だな。勝ち運取ろうか。お願いします。きついな。守備練習踏みたいね。それはいい練習。緑がないので踏むしかないね。さあいい回復が来たので次も練習ができそう。グッチグッチ、また二択かい。厳しいね。ここは引きたい。オッケー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 、ナイス。で、本当、スタミナで黄色を入れとこうかな。これで。これはまあ普通に折り辺じゃなくて、速球プライド取っていきたいと思います。変化守備同衛、同衛は丸だよね。まあ緑も取れるし守備でいいかな。おお、いい回復だね。これはもうタイピン取っちゃおう。急速素晴らしい。丸上げて、丸上げるくらいしか今はできないかな。逃げ球が取れねえ。でもセク1でこのカンスト1回は引いておきたいよね。スタミナも素晴らしい。助けが欲しい。回復にしようか。印象大丈夫だよね多分。さあ雫か亀か。うわそれやだな。同上だけ外れか。これの練習は まあ確率で言えばちゃんとね亀を引けるはずなんですが、信じようか。なんで確率を超えてくるかな。ダイナマイト強くはない。いやー弱いね。休んで L8 巻もらいましょうか。
2連続ダイナマイト。今回はちょっと強い。丸も欲しいので、もらっておこうかな。エールを立ての、コーパイプをレベル3に。で、コーパイブ1を立てて、これで踏みます。球速は温存で、まあスタミナは A クライム上げちゃおうかな。めちゃめちゃ強いかって言ったらそうでもないけどね。伸びないっす。告白が来てない。なんじゃその練習は。山口引けたらいいけどね。なんじゃその練習はだな、マジで。デートも告白も来てないのか。精神妨害えぐいな。まあ一応虹谷に来ても丸石採掘所2個目が建てられるんで悪くはないけど。ああそういう感じね。まあ1万点超えたんで、まあ続行圏内かな。1万5千点くらい欲しかったけど、やめて。うわそれはやばい。カンスト来たけどな。技術精神がいまいちなんだよね。これならスルーでもいいかな。でだよな、アクセサリー壊しちゃうと。いやちょっとプラン変えるか。丸石立てのちょっと購買部をレベル4にします。チュン、よしよかった。お強っ。そうだね。でツルハシはいっぱいあるからちょっと、まあ、なかなか4にしないんだけど、丸石に今回寄っちゃったんで、ちょっとプラン変えていきたいと思います。で、今ほどスタミナ練習価格欲しいなって思っちゃいましたね。いや、告白来いよ。まああと4だからね、ちょっと告白遅くなっちゃうのはしょうがないんですけどもね。これはさすがに行きたいが精神がやばい。で、貯蔵庫建てないと活気が上がらんのですね。困っちゃうな。これ以上はちょっとどうしようもないんでね。現状活気9でやりくりしていくしかないよな。告白頼む。いや強いんだけどね、ちょっと技術が入ってないのが引っかかるな。 L8 巻き上げてもいいんだけど、どうせ壊すんでね、どうせ壊すってこと考えるとちょっと引っかかるんだよな。
まあ、ただまあ、あげよっかな。目先の練習を考えていこう。骨格来たタイミングでツルハシと変えるかな。オッケー、ナイスタイミング。縛りありがとう。これはさすがにデートですね。一旦このままで骨を、ポンコツも5になったか。よし、やっと貯蔵庫立てれる。ブッチ完走だけど失敗。カメがそういう感じか。変化いけば確実にカメ1採掘場取れますけども、渋いな。渋いですね。一旦丸1採掘場立てて、あーどうしよう。変化なんぼ ?65 はちょっと、これはちょっと少ないね。2V1 ギャンブル、 2V1 ギャンブルするっきゃないのが。スタミナは別に削れてもいいから、まあ行こっか。今度は勝つ。よし、変化で強いのが結構きますね。言うてだな、言うて そんな強くないっすね。思ったけど休みいっか。危な、コントロール、ちょっとでかいタック欲しいんだけどな。亀石貯蔵庫をここに立てて、ここにツルハシですね。渋いな練習が。デートでもよかったけどね。大凶タックどこ、守備枯渇34567あいけんのか。亀石欲しいしな。ダイナマイツを3箇所は期待していいんじゃない。微妙だけど、まあそこそこ入るかなって感じだね。亀石を
まあ購買部かな。下の購買部が全く稼働してないけど、カメか丸か、何もコツなしのカンスト。レベル上げたいんですけどもね。ハートがないのか。しゃなしか。さっきあれだね、休むじゃなくてデートでよかったね。やらない、なんじゃそりゃ。なんかコツなしのカンスト多いな。これだと貯蔵庫が建てられないからどうなんだよって感じだけどね。40000点、積算8万を目指したいところなんですよね。これはデートかな。亀石だもんね、現状あれがあるのは。鶴橋が乾燥してるときはとりあえず購買部を置いておく。所持数がやばいことになっております。4箇所ダイナマイト来ないかな。よっ、強い。これシェゾ引きたいね。頑張ってシェゾを祈りたい。しずく石、3分の1全員違う色でございます。まあ丸ならよしとしましょう。回復 OK。 悪くないけどな。変化もそろそろ怪しくなってきてる。10個か、まあ、メンタルが安定。23個6、10か。はあ、どうすっかな。丸が欲しいんだよね。セクサンで、あー攻めるなら踏むんだけど、踏むか。メダルのおかげで結構いい練習でもあったからね。購買部がたくさんあるとね、メダルもたくさん配られますので、それが強いっすね。オッケー、これはシェゾ来てほしい。山口来ないでくれ、頼むから。お願いします、空気読んでください。山口さん欲しい。立てるしかないか。もう緑はいらないんですよマジで。頼む、お前が欲しいシェゾ、俺はお前が欲しい。もう本
にこれストレスだわ。ただそれをさっきはごめんねと言い合わんばかりのカンストが続くのは素晴らしい。あ、星が、そうか、星ねえのか。まあもう活気上げのために今いるって感じですね。渋かったら休みましょう。オレンジ取れるんだよな、オレンジが取れるんだよな。23個、取ってから休むか。いやー、ここで休んだ方がいい気がするな。あんま渋い練習見たくないんですよね。タックを踏みながら強い練習踏みたいんで。俺は最大値を狙う。これなら3分の2よ。大丈夫でしょう。一旦このままかな。活気が落ちちゃうからこのまま行くしかないですね。とは言ってもちょっと待ってよ。まあ大丈夫か。なんで3分の2外すかな。狂ってるでしょう。ダイナマイトが止まらない。悪くはない。99個あるならまあ踏んでもいいかな。亀の上から丸太って、いや、石の上でいいや。購買部動かして、あ、精神やばい。あ、大丈夫か。しょうがないね。なんでそういうことするかな。いや、変化も欲しいけどさすがに、いやー、これも2分1なんだよね正直。くそー、いやー、これはゴブリンいい加減に行きたい。くー、アスネいらんからな。頼む祈ることしかできない。もう、うん、まあ丸ならいいでしょう。ポジティブに行こう。オレンジがなんかすごい余裕出てきたな。変化全然足りてないんでね、マルチ採掘場ちょっと増やしていこうかな。でこれ購買部を4にしちゃったのがちょっと失敗かなと今思い始めてきた。精神ボナが効いております。亀石取れるなら踏む、取れないなら2分1置いて、
え、ちょっと待って、そろそろ取れないとやべえんだよな。練習としても悪くないのが腹立たしい。いやー、アスネ引いたら地獄だな、これどうしよう。アスネは地獄。俺は頼むって、本当にもう恨み引きすぎ。はあ、キモ。キモいです。キモすぎる。あー、どうしよう、最悪なんだけど、これもグダグダすぎる。まあまあですね。タックなし。まあ青を稼ごうかな。一旦ここはツルハシにしといて、踏む感じでいこうか。カメか丸。もうこれで明日に来たら俺もう切れるよマジで。めちゃめちゃきそう。あー、やだ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 な、やだな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 。おかしいよマジで、もう死んでくれよ。いやマジで狂ってる、これはこれは本当におかしい。精神いらないんだってマジで。もうどうしよう。はあ、こんな恨み引くことある？1,2,3,4,5,6,7,8 か。ちょっと購買部レベル3潰したいですね。購買部に変えようかな。で丸石節約して、最悪ツルハシを2にする。で購買部をレベル2にする。でマックスにする感じでいこうかな。あー、ちょっと運が悪すぎる、マジで運が悪い。別にどこでもいいな。球速4個だもんね。15個、もう言うてあと2ヶ月だもんな。このままでいくしかないかな。
いや、サイクス城の運が良かったらこんなことになってないんだけどね。3カ所熱い。来た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 。ちょっと待って、変化が、あーこれ、うわ、ちょっと待って、ちょっとこれ本当にいい加減に加盟してほしいんだけど。急速いくしかねえのか。山口との二択か、マジで。ちょっとこれはこのサクセスのターニングポイントです。いい加減に技術精神海岸かな。いや、もう貯蔵庫鶴橋にしよう。あー、くそいいんじゃない、筋力つかないしね。取れるもんは取って、変化球対抗心取っていいよね。精神が2600点、いや3000点くらいか。技術が2000点くらい。もう一丁いかないとまずい。いや、いけるか。変化取ろう。オッケー、ここに来てめちゃくちゃいい練習引いた。そしてゴブリン引けば可能性がつながる。よっしゃ、もう山口来たらマジで終わってた。マジで終わってたけど助かった。枯渇が全3箇所枯渇がちょっと怪しいね。最後丸石だね。丸石を引けたら最高です。亀はめちゃくちゃ余裕あるんだよな。デートがあと1回、あと1回で2、まあ一応精神も3000点取れる状況。次絶対丸だね。というところでスタミナ、あ、落とせねえのか。変、メンタルは？メンタル落とせんのか。じゃあメンタル落としとこうか。うん、メンタル落として角がカンストしちゃう。で、虹谷と同江源泉来なかったらデート、どうですか。完璧じゃないですか、それは。で、変化が一気に潤うね。で、筋力が足りねえんだよな。亀石も一発欲しかったね。まあ、最後にカンストは入ってきますけども。丸入れて。あとは急速のタックに乗ろう。ダイナマイト。コントロールと。それはいらないかな。
マハートの敵にも、もはや監視所入れようか。鶴橋ももう足りると思うんだよね。監視所2発行くか迷う。悩ましいな。どうしようかな。2発やりすぎかな。1発でいいか。狙うは球速。来い。よし。あーてか別にこれカンストだから監視所剥がさなくてもいいな。で上から丸石貯蔵庫か。ハートがめちゃくちゃ余っちゃってんだよね今回。精神もクソ余るわこれ。急速タックを無限に踏んでいくしかなさそう。さあ急速頼むよ。そのパターンね。枯渇させろというやつですね。まあこれであれは取れるね。意気揚々は。まあ亀石を入れとこうかな。であれだね、監視所もう一発行こうかな。精神3000入ってもまあ余るだけなんで、究極の監視所厳選。ねえタック来いよマジで。タック来てよ。黄色いらねえし。うわこのターン完全に無駄じゃん。変化取るだけ。角がこれ以上上げらんないからな。まさかの監視所3つ、活気ゼロです。これで最後急速にかけるか。さあ急速お願いします。なんで光らないの本当に。もうダメじゃんそれじゃ。終わった。いやいやキャラサボりすぎでしょ。どうすんの。いやーすることね。タックでもないもんな。しかも石ほとんどカンストしてるし。
おにぎりがある。まあ筋力一番入る休息か。一応活気上げよう。技術もいらないしな。で技術精神海岸かな。筋力は使いたくない。まあこれは査定がいいので確定ですね。いい、きついな。最高。技術大量、もう技術筋力はカンスト、うん、しゃない。いきます。ギュイーン、うん、ここの点数はすごいけどね。休息ありがたし。でまあもう特能も全部取ってる、あとは拡張を上げるだけなんですけど、格がマジで どうしてこうなってしまったんでしょうか。亀石がサボリスってか、もう本当にあの運がなかったね。亀石のミッション、休息5人来てくれ。あ、もうこの時点ないじゃん。まとてつもない筋力不足ですね。はい、終わりました。まあ、立ち回りは悪くなかったと思うんですけどもね。まあ道中のね、やはり採掘場のびっくりの運が悪すぎましたね。心石4つ余っちゃったもんね。だから採掘場あと2個、6000点は損してるんですよ。13万点いきましたけども、って考えるとまあ13万点後半、なおかつ筋力ポイントだったらね、めちゃくちゃ査定も伸びてたんじゃないかなと思います。さて振っていきましょう。はい、というわけで査定振り終わりました。こんな感じですね。171キロ、コントロール111、スタミナ141、変化7774のムービングファースト。はい、まあ、筋トレは全部取れたかなという感じですかね。はい。で、問題の拡張能力。はい。106、158。もう意味がわかりません。筋力マジでさ、本当に、本当に今回びっくりの運に殺されましたね。はい。ということで、シェゾ初使用会はどうだったんでしょうか。はい、それ UGQ の8メモリでした。はい、まあ、やっぱバランスね、崩壊しちゃうと査定も伸びてきませんね。うん、本当に筋力、シェゾのおかげで亀石取りやすくなったのに、それでも筋力が足りないというね。はい、もう休息も結構ね、強い練習たくさん踏んだんですけども、それでも足りなかったんで、うん、やっぱりね、亀石の貯蔵庫建てるのはめちゃくちゃ大事かなと思います。マジでびっくりの運に今回殺されました。はい、ということで、まあ評価としては悪くないかな。うん、進化の縛りで査定も伸ばせるし、うまく休息のね、タック石の数とかを調整していけば、まあ、全然、うん、使っていけるかなと思っております。キリルを持ってない方とか、休息練習の枠に困ってらっしゃる方は、まあ
引いて使ってもいいんじゃないかなと思っております。という感じで、今回の動画終わりたいと思います。チャンネル登録してぜひよろしくお願いいたします。それでは失礼します。 See you。